まあ、今年2021年の、まず1号目になります。読谷ブランド認定書、認定品読谷村いちご、読谷村を代表する商品等の一つとして上記の読谷ブランドに認定いたします。認定期間は令和3年12月1日から令和6年11月30日まで。読谷ブランド工場委員会委員長山内義親、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、MHC トリプルウィンのですね、あの沖縄事業所の、長部と申します。本日は、このようなですね、あの読谷ブランドの認定ということで、あの非常に嬉しく思っております。本当にありがとうございました。まあ、我々もですね、あの沖縄読谷村に来て、早5年が経ちましてですね、5年間このいちご作りに励んできた甲斐がありまして、いろいろと今までは読谷村いろんな意味でご協力をいただいてきましてですね、なんとか読谷村に根付いて、読谷村から、出発する、そういったあのいちごのですね、こう知名度を上げていこうということに今まで取り組んできまして、まあ、今回本当にあの読谷ブランドということを正式に認定いただきましたので、もう今後より一層ですね、この読谷ブランドを生かして、どんどん読谷村外だとか、まあ、あるいは県外の方にもですね、この読谷ブランドのベリームーンといういちごをですね、発信していきたいなというふうに思っております。今回マスターいちごスパークリング再販となりました。昨年大変好評をいただき、今年もまた発売することができて大変嬉しく思っております。味わいは、まあ、昨年と同様にベリームーンの華やかな香りと甘酸っぱさを生かした特徴をそのままに、今年はあのお客様から要望が多かったいちごらしい色をつけていただきたいということにリクエストにお答えしまして、天然色素でピンクの色をつけております。よりあのいちご感を楽しんでいただける商品になっておりますので、今年もあのクリスマスから年末年始にかけて皆さんに楽しんでいただきたいと思います。以上です。MH トリプルウィン株式会社沖縄事業所の長部と言います。はい、我々がこのベリームーンの栽培を始めたのが、今からちょうど5年前でして、ちょうど5期作目ということになります。我々のこのベリームーンといういちごの品種はですね、非常に暑さに強いということで、まあ、非常に沖縄という南国に向いた品種であるということと、あと、まあ、一般的に今いちごと言いますと、甘さが勝負みたいなところがあるんですが、このベリームーンの特徴としましては、甘さというよりは、やや、爽やかな酸味がある、香りが非常に強い、といったものが他の品種にないような特徴だと言えると思います。我々も読谷村に根ざして早5年が経ちまして、今までいろんな意味でですね、あの読谷村の皆さんと、こうご協力を得ながらやってきたわけなんですが、まあ、ここに来てようやくですね、あの正式に読谷村の特産品ということで読谷ブランドに認定されたということで、もう本当に率直に大変スタッフ一同嬉しく思っております。こんにちは、オリオンビールのマーケティング本部でドバッタのコミュニケーション担当をしておりますゴヤと申します。よろしくお願いいたします。読谷ブランドにこの度認定されたベリームーンを使ったオリオンビールの商品、ワッタイチゴスパークリングをご紹介させていただきます。ワッタイチゴスパークリングは昨年も発売を開始していたんですけれども、かなり好評をいただいておりまして、発売日の次の日にはもう出荷が停止するほどの大人気っぷりの商品となっております。今年はですね、ちょっと液色の方を変更いたしまして、このように天然色素でピンク色の液色をつけておりますので、ぜひあのシャンパングラスなどに入れて気分を上げて年末年始の、家族やご友人と集まりの時に、楽しんでいただきたい一杯となっております。発売日が12月14日火曜日からとなります。ワッタイチゴスパークリング数量限定ですので、お早めにお買い求めください。よろしくお願いいたします。